空を飛ぶためのものではなく、激しい運動の最中、体にこもった熱を放出するためのものなんじゃ。羽を動かすのはあくまでも熱の放出のためなので、このようにうっかり後ろにいると暑いやら涼しいやら。では今回は東京都の江川愛希くんが一句じゃ。ハッサムが食べ物を食べて舌ハッサム。みんなもポケモンゲットじゃぞ。